サミを見ていた宇佐美ガンバ大阪2021シーズンようやく初得点のチームに小野瀬宇佐美中野真也が先ただこれ奥の拾ったさあ福田ここチャンスにしたいガンバ福田中に来ながら宇佐美を見ていた宇佐美ガンバ大阪2021シーズンようやく初得点がチームに生まれました宇佐美5試合目、まあ、ここで外側で、まあ、ここから逆サイドに行くので、まあ、どうしてもこうボール対して行くのが時間遅れますけども多分コントロールしてからシュートまでそんなに時間なかったと思いますけども、はい、まあ、この置きどころでコントロールしてからシュートまで非常にスムーズでしたしやっぱシュートスピード決定力非常に高い選手だなと思いますけども、まあ、トスも後半シュートをほとんど打たれてない中で、うん、これだけ揺さぶりがあってスライドのところ頑張ってやってましたけどもやっぱ一人やっぱ決定力の高い選手がいるってところは、はい、ガンバの強さだなと思いますしさすが宇佐美だなって感じします。